たちょっとした近所のメキシカンにやってまいりました。マルガリータです。イロテアサードっていうのかな、このトウモロコシの枝のを頼んでみます。あとはタコスは、一番上のツナのタコス。いただきます。マルガリータ、やっぱ塩がついてるから、塩がついてるから、これなしで。いただきます。あ、結構ね、甘さ控えめのマルゲリータですね。かなり、なんだろうこれ、シークワーサーみたいな、なんか味的にかなり酸っぱいです。なかなかこんな感じで、かわいい瓶に入っています。気持ちいい午後です。うわー、来ました。すごいですね、これ。これもう焼きもろこしの上にチーズと、メキシカンアイオリと、チリとパクチーが乗ってます。いただきます。思いっきりいきます。やばいねこれ、上にいろいろ乗せてなくても美味しいんですけど、またこう乗せることでメキシカンな風味が出ていいですね、これ。すごい美味しい、すごい美味しい。5ドル、これはいいわ。家でもやろうかな。なんか唐辛子もいっぱい乗ってるとこ、さあ、そしてフィッシュタコが来ましたね。これはツナだそうです。カリカリって揚げてある。これはあれですよ、あのパーム、あのハートオブパーム、パームの芯ですね。これあんま日本ないですよね、このハートオブパーム。このね、これはね、なんかね、タケノコみたいな感じです。食感も味もこんな感じになりました。いただきます。初めて食べる味だ、このタコスは。うまい。やっぱりお魚だし、こう素材がさっぱりしたものが多いので、すごくね、さっぱりしてて美味しいですね。でもね、一応こう揚げてあるので、魚はちゃんとがっつりきますね。これは気に入った。また食べたい。ライムを絞ってね、このね、あのいい感じなんです。オリーブとか、あとあの紫玉ねぎも入れてね、酸味とね、この塩味とね、魚のカリッとした感じとね、絶妙です。なかなかいい。完食しちゃいました。美味しかった。一気に食べちゃったということで、80番と80丁目2番沿いです。はい、あのね、ツナのねタコスはなかなか良かった。ハートオブパーム、あのヤシの目の芯の部分が入ってたんですけど、いっぱい入ってて、あれがね、ちょっとね、タケノコみたいな感じでなかなか良かった。また食べたいと思う。さあ、これからちょっと散歩して